Q と IQ とは東京工業大学松永研究室による超小型人工衛星シリーズ。2003年に Q と I、2006年に Q とマイナス 1.7APD、2008年に Q とマイナス 1.7APD2 が打ち上げられた。Q と I は小型衛星開発技術の第一段階として開発され民生品の積極的利用を視野に入れた。 学生主導の低コスト小型衛星の実現を目標とした。本体は重量 1kg、大きさ 10cm リ立方のキューブサットで1枚の太陽電池パドルと3本のモノポールアンテナを展開する。通信周波数帯にはアマチュアバンドを使用。2003年6月30日、東京大学のクシー4など他発揮の衛星とともに ロシアのプレセツク宇宙基地からロコットによって打ち上げられた。打ち上げは成功し、その後通信アンテナ、太陽電池パドルの展開が確認された。2010年3月10日にバンデンバーグ空軍基地から2010年3月12日にキュートアイが他の衛星に衝突する危険性があると運用局に緊急の連絡が送られた。 軌道計算から約100メートルの距離で最接近することが分かっていた。しかし13日のパスによって衛星に問題は見られず、衝突の危機は回避された。2010年7月現在はテレメトリ取得を中心に運用中。9とマイナス 1.7APD は松永研究室に決めの衛星。 大きさ2 0トル x 1 0トル x 1 0 c m の9とマイナス 1.7APD には松永研究室開発の Q とマイナ1.7と河合研究室開発の APD センサモジュールが搭載されている。この衛星は商用オフザシェルフを活用し特に制御コンピュータとして日立の NPD-20JWLPDA を サブシステムの接続に USB を使用している。アマチュア無線サービスの他にも、次期、トルカを使った、姿勢制御実験も行い、ミッションの最後には、軌道から外れるためテーザーを新調する予定だった。2006年2月22日、Q とマイナス 1.7APD は、ミューファイブロケット8号機のアイノリ衛星として、打ち上げられた。テレメトリ送信、アマチュア無線サービス。 姿勢決定といった初期運用に成功する。しかし打ち上げから23日後に消費電力の異常な上昇が確認され、ミッションを中断して状態把握のための運用を行ったが、衛星は地上からのコマンドを受け付けない状態に陥った。その後調査の結果放射線によるセル現象が原因であるとの結論に至った。その後データを含まない。 連続波を送信し続け、2009年10月25日に大気圏再突入。姿勢制御やテザー放出実験は実施に至らなかった。9とマイナス 1.7APD2 は松永研究室3期目の衛星。1.7APD の改良型で、前回と同様、民生品を用いた衛星バス開発、時期、トルカによる姿勢制御実験、アマチュア無線サービス。 APD センサ実証、超小型衛星用分離機構実証などを行う。ただし、ペザー放出実験については、2号機では実施しない。前回の失敗を受けて放射線耐性を向上させ、太陽電池セルの面積を広くするため、機体は1号機より大きくなっている。もともと1号機の軌道寿命が短いことが分かっていたので、1号機の開発時より2号機の打ち上げが、 検討されていた。2008年4月28日、日本大学のシーズマイナス2を含む他9機の衛星とともに、インドの PSLV によって打ち上げられた。CMOS カメラによる地球撮影、APD による地球全球の過電粒子観測に成功する。2010年7月現在も運用中。ありがとうございます。